Good morning. おはようございます。ご機嫌いかがでしょう。今日も新しい一日がスタートしました。素晴らしいあなたにとっての一日となりますように。バイブルからの言葉をあなたにプレゼントします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちていた。なんと素晴らしい言葉でしょうか。言葉が人となって私たちの間に住まわれた。いろんな世の中には宗教施設がありますが、神が人となって私たちの間に住まわれたジーザスはまさに神の宮そのものと言っても過言ではないでしょう。神の臨在、すなわち私はあなたと共にいるという体験こそ、教会のまたいろんな神を崇める場所として集う教会の本質を表しています。私たちは建物にとらわれる必要はありません。世の終わりまで私たちと共に一緒にいてくださる存在ジーザスがあなたのうちに生き働き、そしてあなたを力づけてくださいます。ぜひこの方を心に意識し、この方と共に今日の一日が素晴らしい一日となりますように。Have a good day.